ウイーすくんちゃーっ先生やで。前回、前々回。難しかったけど、大丈夫やったかあそこを乗り越えたら、こっからかなーりー楽なるで。今回やるんは、発酵や。聞いたことあるやろ。発酵は、微生物が酸素なしで ATP 作る反応や。身近なのは、お酒なるアルコール発酵。酵母菌が、グルコースを分解して、二酸化炭素とエタノールを作るやつな。てか、最後にはエタノールなるけど、途中はビルビン酸になるって。呼吸の一つ目の解凍系と同じや。せやから一つ目のグルコースから、二個しか ATP は作られへん。 四やと C6 個のグルコースが C2 個のエタノール2個に分解。余った残り2個の炭素は二酸化炭素になってんね。あとは ADP とリン酸がくっついて ATP と水ができる。なあの電子伝達系の部分がないから酸素は扱ってないやろ。他にも発酵は乳酸発酵いうのもあって、こいつもほとんど一緒。グルコースがピルビン酸を経て乳酸になる。乳酸は炭素3個、水素6個、酸素3個ってエタノールと二酸化炭素を合わせたんと同じ材料やね。 つまり、エタノールと二酸化炭素二個ずつの代わりに乳酸が二個できるんや。ってなわけで、こっちも二個な。ちなみに短距離走とかで一気に全力で走った時、筋肉に乳酸溜まるとかっていうのは、体内で乳酸発酵が起こってるからやね。この体内で起こる乳酸発酵は解凍って言うんやで。な呼吸と違って二個しか作られへんって。呼吸はめっちゃすごいやろ。 子供が魚を食べるときに食べやすいとこで骨のないとこだけパクパクって食べてごちそうさんっていうのと違って大人は骨と骨の隙間まで綺麗に食べながらさらに内臓まで食べてしまうっていう同じグルコースっていう材料からよりたくさんの ATP を作り出すっていうでも発酵のおかげで美味しい思いもできるしエネルギー取るのは下手でも悪いことではないかもしれへんなちなみに九州ではニャットをいう納豆があるけど美味しいでスーパーで見かけたら一回食べてみてな